あれあれ、スコアはメジャーデビューします。やっべー。メジャーデビューを控えた人気バンド、スコアじゃん。これが私の全力です。見させてもらうわ。今サポートいくつやってんだっけ。4つですね、ここ入れて。で、再生回数どんくらいなんですか。12。少な。あ、でも俺結構いいと思う。それもう少しやろうか。はい、はいはい、では流します。デビュー曲なんで、もうちょいキャッチーなフレーズにしたくてさ、手直しさせてもらっていいかな。んだよ、言いたいことあんなら言えよ。俺もこのチャンス逃したくねえな。次ラストボーカルいける。彼らの歌は日本中へ届くはずだった。あの時私本当にごめん。こんなのさすがに貼っておけないっしょ。はずみさんの歌ってもう聞けないのかな。音楽やめるって決めたらさ、すーげー気が楽になった。でも俺さ、今すっげー悲しいの。今更って思われるかもしれないけど、俺はまだ諦めるほどやりきってないわけよ。俺はお前が歌えば絶対売れるって今でも思ってる。今なら私たちあの曲を完成させられる気がする。4人の絆がつなぐ旅立ちの物語、東京バタフライ。